はい、ゾメパートナーズの大森です。今回はですね、ハサミのお手入れというね、お話をいたします。初級編というね、もう一番ね、簡単なですね、とりあえずは、まずね、これやってくださいっていうのの、お話になりますんでね、もうほんとね、ほとんどの方がもしかしたら知ってるかもしれないんですけれども、まあ、今日からね、木をね、初めて切ったよ。そういう方はね、ぜひとも見ていただきたいなという感じのね、動画になっております。チャンネル登録前ですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということでね、早速お話のをしていくんですけれども、絵をね、今回も書いてあります。このハサミはね、多分、おかつねなんじゃないかなと僕はね、思っているんですけれども、赤と白がね、どっちがどっちの色だったか、両方をね、私、ちょっとね、毎回ね、これ剥がしちゃう癖があるんでね、合ってますかこれ色ね。どうですかすいませんね。久しくね、この赤と白がついてる状態で使ってないんでね。ごめんなさいね。どっちがどっちの色だったかちょっとね、わからないんですけれども。まあ、詳しくはね、おかつねのハサミ買っていただければわかるというような感じでね。ごめんなさい。もうちょっと話していいですかこのね、ハサミね、虫歯根ついてるんでね、多分おかつねじゃないのかなこのね、絵だとね、虫歯根になっちゃってますね。ごめんなさいね。ということでですね、お話はね、無駄な話はこのぐらいにしといてですね、ハサミはですね、お手入れ。まずはね、ヤニを取ってくださいねっていうね、今回お話になっております。ハサミはですね、ヤニがつくとですね、切れ味がかなり悪くなるというね、ものなんですよ。で、どんな木切っても基本的にヤニってどんどんついていきます。で、剪定バサミだろうが、木バサミだろうが、刈り込みバサミだろうが、電気のね、バリカンだろうが、エンジンのバリカンだろうが、なんだろうがね、基本的には切れば切るほど、どんどんヤニがこうね、つくんですよ。で、それによって、切れ味がどんどんと悪くなるというお話なんですよ。これがね、まず第一ステップになります。その後ね、まあ、いろんなね、なんていうんですか、このね、手入れの方法ってありますんでね、まずはですね、これヤニがついていて、ヤニをね、取るっていうところからね、始めていただければいいんじゃないかなと思います。使い終わったらですね、刃についたヤニを落とす。これね、プロの植木屋さんとかだとね、何日かに一回しかやらないよとかね、そう、毎日朝必ずやってるよっていう方もいるんですけれども、僕ね、結構ね、その武将というかね、なんかあんまりやらない方なんでね、道具をね、大事にしているのかしていないのかね、いつもわからないんですけれどもね、気になった時にね、いつもね、こうさっと取っちゃうっていうね、スタイルなんでね、私ね、あんまりね、切れ味がなんかあれだなって思ったらね、取るっていう風な感じなんですけれども、DIY の方だとね、毎日その見ないと思いますんで、ヤニがついたまま保管するよりは、ヤニ取ってね、次使いやすくなった状態で、ね、使い始めた方がいいと思いますんで、今回はね、使い終わったら必ずやってくださいというお話にしております。私みたいにね、毎日やってたらね、その都度やればいいかなっていう気にもなっちゃうんですけれどもね、まあ DIY の方だとそういう方の方が少ないんじゃないかなと思いますんでね、車のね、免許取るときもね、毎日乗るんだったら、毎日運転しながら、その、なんていうんですか、異常がないかどうかっていうのは確認しながら運転しろって確かね、教習所で習ったんですよ。18歳のときにね、免許取りましたんでね、もう20年近く前ですね、18年ぐらい前かな。18年か19年ぐらい前にね、あ、そうなんだ。前回乗ったときの違和感があったんだったら、そこは必ず、ね、注意をして、なんか見るようにしろ。丸かバツかみたいなね、そういう問題があったんですよね。まあもちろんね、注意をしなきゃいけないという風な感じなんで、必ずですね、やっぱりね、前回どうだったかっていうのをね、その毎日使ってれば分かりますけど、毎日使ってなかったら分からないんで、取ってくださいというお話をしていると。で、使い終わったら歯についてヤニを落とすんですけれども、落とし方ね、もう簡単です。専用のクリーナーを使ってください。なんかね、泡みたいなやつもありますし、その泡はね、シューンってやって、ね、何分か置いて拭き取ってくださいっていうパターンもありますし、なんか液体でね、そのシュッシュッシュッってやったらすごいなんかね、ヤニがこうぬるんぬるんになってね、それまた拭き取ってくださいみたいなパターンのやつもあるんですよ。これね、簡単なんですけれども、お金がね、いかんせんかかると。まあ、ただね、DIY の方だったらね、まあ、それ一個あればね、もうね、ずっと使えるっていうような感じでね、そんなね、使い込んだりしないんでね、DIY の方だったらいいかなと思うんですけれども、まあ、プロの方だったらね、お金そこにかけたくないよっていう方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますんでね、大体ね、バケツにこう水入れといてね、その中にこう入れとくんですよ。そうするとヤニがね、こう柔らかくなってきますんで、それでですね、水につけておいて、たわしでこうやって洗うっていうのがね、あるんですよ。まあ、どっちにしてもですね、落ちますんで、落ちりゃいいと。とにかく落ちりゃいい。ヤニがとにかく落ちりゃいい。どんな手を使っててもね、とにかくヤニが落ちればいいというようなお話になりますんで、まあ、綺麗にね、こう、落ちてればですね、またね、そのヤニがない状態で、切れる。そしたら切れ味がね、元に戻ってるよという場合がね、ありますんでね。ですんで、必ずね、そういう風にしていただきたいんですけれども、怪我にね、注意をしてください。私のチャンネルで、必ず安全にやってくださいねってね、いつも言ってます。必ずですね、もう怪我するんですよ。これもうね、やればやるほどね、なんかね、
なんていうんですかね、あ、もうちょっともうちょっとみたいな感じの気持ちになっちゃったりとかね、なんかなんとなくね、あれいつも怪我しないからね、なんかなんとなく雑にやっちゃったりとかね、それでね、あの怪我する。ね。結構ね、私ね、この闇を落としててですね、怪我してる人ね、何人か見ました。ね。何人か見たってことはもうプロの職人の人がね、やってて怪我してる。僕はちなみに一回も怪我したことないです。怪我するの嫌なんで。ですんでね、怪我にはね、ぜひとも注意をしてくださいというふうな感じです。ヤニをですね、そういうふうな感じでね、まあ水につけてね、たわしで洗っても落ちますし、専用のクリーナーやっても落ちますし、なんかね、いろんなこういうのやっても落ちるよ、こういうのやっても落ちるよっていうお話ね、結構いろんな YouTuber さんも言ってますんでね、まあとにかくヤニが落ちたらですね、そのね、水分、水使ってますんでね、まあ軽くさーっと拭いてあげて、でなんかね、油、なんかね、あの556みたいなやつね、クレ、CRC、556、クレ556みたいなやつね、シュッとやっとけばね、とりあえず大丈夫と。もうそれでね、終わり。もうこれでいいんですよ。これがね、まずその第一歩と、ハサミのお手入れの第一歩、もう基本的なお話ということになっております。歯を研ぐのはですね、切れ味がね、さらに悪くなったら、ヤニを落としても、さらになんか切れ味、それでもなんかもう悪い、どう見てもなんか、ちょっと欠けたなとかね、このグッてやった時にね、うまく噛み合わないなみたいなね、そういうふうに、ちょっと使い方悪いとね、そういうふうになっちゃうということもありますんでね、そうなった時に、初めてやればいいと。ヤニ落としたら大概ね、その切れ味っていうのは元に戻りますんで、よっぽどね、過酷な使い方してればね、ちょっとあれかもしれないんですけども、普通にね、使ってる分にはね、そんなに悪くならない。あとね、ハサミとかだとね、こう、開いちゃうっていうのはね、ちょっと一個ね、その、初心者の方だとやりがちなんでね、それなってなければ基本的にはまあ元に戻ると。いうふうにね、思っといていただいて大丈夫と。で、歯を研ぐよ。歯研ぎたいよ。どうしても歯研ぎたいよ。いう方ね、いらっしゃると思います。紙やすりでね、軽くやっとけばね、大丈夫です。これもですね、あの、歯の、こうね、こっちにやるのはね、なかなかこう難しい。ごめんなさい、今どっちがどっちなんですかね。こうなってて、こっちにね、歯がついてるとしてね。シュッね。こっちからこうで大丈夫です、基本は。こっちからこうってね、あんまりやらないんですよ。なんで、紙やすりの場合ね、こっちからこういう風にやっとけばいい。歯の、だから切れる方にこうやってやっとけば、あ、またね、切れ味戻りますんでね、こっち側とこっち側とね。で、紙やすりで、やると。で、そのもですね、その、水分を含んでないと、その熱で、その研磨のね、なんていうんですかね、石っていうんですか、あれがね、溶けちゃうよっていう風なぐらいの、何番でしたっけね。あれをですね、こうやるんでね。それもね、水につけながらこうやるっていう風な感じになりますんでね。で、これもですね、怪我に注意をしてください。とにかく怪我に注意して、怪我に注意して、ヤニが落ちてれば、まあ、切れ味はね、元に戻りますんで、その歯が開いてなければ、もう、大概大丈夫です。で、まあ、見ればね、それ前回使って、あ、折れちゃったなとかね、欠けちゃったなとかね、それ分かりますんでね、それなってなければ基本的にはもうこれで大丈夫と。このまま保管しておいていただければいい。で、ケースがあればケースに入れて保管。ケースがなければ、あ、なんかね、こう、歯をね、こう閉じといてね、置いとく。で、こう、立てといてもいいんですけどね、寝かしといてもいいのかな。歯のこと考えるとね、刈り込みバサミの保管の仕方とですね、剪定バサミとか木バサミの保管の仕方ってちょっと違うのかなと思いますんでね。まあ、刈り込みバサミの場合はですね、歯の負担を考えると、この交差しているところにこう引っ掛けるっていう方がね、実はいいんじゃないかなと思いますね。立てかけるとね、どうしてもそこ曲がってきちゃう可能性ありますんでね、重さでね。で、寝かせといてもね、まあ、少しね、なっちゃう可能性もあるのかなとかね、まあ、なんないと思うんですけどね、ほとんどね。ですんでね、まあ、刈り込みなら引っ掛けるとこあれば引っ掛けて、こうね、引っ掛ける。ね、それがいいんじゃないかな。まあ、剪定バサミとかね、そんな、立てておくっていうのはないと思いますんでね。まあ、普通に寝かしてね、置いとけばいいというような感じになります。ですんでね、まあ、とりあえずですね、お手入れなされた方はですね、まずはね、初級編としてね、ヤニを落としてね、いただければいいんじゃないかなと思いましたんでね、今回の動画ということになっております。ということでですね、本日はね、ハサミのお手入れ初級編のお話をしております。チャンネル登録もですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。